こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレット続きからやっていきます。今回はジム戦、まずは虫タイプのジム行きたいと思います。なんか言ってる、フラベベ。フラベベってポケモン、花の色、何色でもいいか。雪神と交換の人がいる。あ、交換用 NPC やっぱりいるんですね。他の方まだ見つけてないんですけど、今後ね、見つけたら覚えておいて、捕まえた時には戻りたいと思います。初めてのジム戦、虫タイプのジムですね。ネモさんに教えてもらった方の道から出てきたので、ここからスタートって感じです。あ、いらっしゃった、ネモさん。こんなところで奇遇ですねジムに来たってことは、ジムバッジを集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。はい、そうです。やったー、そう来なくちゃ。誘った甲斐があったよ。ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。これあげとく、私だと思って使ってね。いい傷薬をネモさんだと思うってどういうことなんだかよくわかんないけど、まあいいか。癒し系ってことでいいかな。チャンピオンを目指してくれて本当に嬉しい。いて渡ってもいられないだそうです。片っ端から勝負を元気だな。はい、最初のジム、セルクルジム。お名前の登録してもらいます。そして当ジムリーダー楓、ジムテストをクリアする必要があります。ジムテストはオリーブ転がし、オリーブ産地、豊作を願ってオリーブに模した玉を転がしゴールまで運ぶという感じですね。町の北の方にある。結構ざっくり言われるんだね、ここ。では行ってきます。オリーブ玉転がし、オリーブ転がし、玉転がしじゃなかった、オリーブ転がし。発見しました。会場へようこそ。巨大なオリーブ玉に体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。障害物を乗り越えてゴールのカゴに玉を入れる。やります。これ後ろに見えてるのが多分玉ってやつですね。かしこまりました。豊作を願ってしっかり転がしてきます。オリーブの産地ってことなので、町の周りにはオリーブの木があって、あのミリーブがめちゃくちゃいましたね。で、夜はね、プリンとかね、プクリンとかがいたので、そこでレベル上げてました。じゃあ行きます。初めてのジムテスト、オリーブ転がしに挑戦。の三角形になってるところっていけるんでしょうか。ちょっとやってみますね。三角形のとこ行ってみたい。ショートカットできるのかがね、気になってしょうがないんですよね。すごい、すごいな、これ面白い。想像以上に自分でやるとね、ちょっと難しいねじゃあ、三角形のところ、あー、いけそうなんだけど越えないですね。いやー、難しいな、三角。もしかしたら勢いが必要なのだとすれば、多分転がす時にこう当たる距離が必要だと思うので、他のところを試しましょう。あそこはあの距離なかった。よし、こっち。あ、戻っちゃダメだよ。あ、ここ戻るようになってるってことかな、今の位置。そうかもしれないですよね。いけいけ、あ、いけるいける。これ会場の外って出ないようになってるんでしょうか。そういえば、いや、うまくいくと三角形もいけますね。なんだなんで最初のやつだけできなかったんでしょう。はい、終わり。思ったよりも早くゴールできましたね。ジムテスト、オリーブ転がしに挑戦は合格。じゃあこの調子でジムリーダー戦もいっちゃいましょう。これできっと豊作です。おかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテストは合格です。ジムテストの結果は受付にご報告くださいということで、これで戻りましょう。嬉しい、晴れましたね。しかもこれはいいかも。はい、戻ってきました、ジム。これでジムリーダー戦ですね。オリーブ転がし大成功だったみたいですね。はい、大成功でした。ジムテストクリアです。とジムリーダーとの挑戦。お菓子の虫、ジムリーダー楓に挑みますか。はい、よろしくお願いします。それではバトルコートにご案内。
虫タイプのジムだっていうのは聞いてるので、うちのナンバーワン、御三家のこのタイプの子を出しましょう。そう、前回ね進化したからねいけるはず。ビビオンかわいいな。あらあら、素敵なトレーナーさん、オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとうね。あら、自己紹介がまだだったかしら。店長の楓です。あら、今はシルクスジムのシフトだったわ。いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね普段はお菓子を作ってるパティシエさんなんですよ。口に入れて幸せなお菓子も、草木に潜む虫ポケモンも、小さいけど大きな力を持ってます。足をすくらないように踏ん張ってくださいね。頑張ります。ということで、初めてのジム戦は私は虫タイプに来ました。皆さんどこから回ったんでしょう。そういえば、あとこれから回るっていう方はどこから回るんでしょう。とりあえずやります。アチゲーター、ホゲータ進化してアチゲータにね前回なったんですよ。虫ポケモン甘く見てたら痛い目見ちゃうかも。大丈夫、炎タイプのポケモンは焼き尽くすを持っているんで効果抜群です。もうこれ一択でいけると思いますよ。今回の私は強いです、きっと不安なところのジムもありますけど、とりあえずね最初はアチゲータがね活躍してくれるところに行きたいです。じゃあこのまま行きましょう。次タマンチュラ、タマンチュラもね途中で会ってるからもう抜群なのは分かってるんですよ。タイプもねちゃんと知ってる。新ポケも結構出てきますよね。やっぱりこれでタマンチュラが倒れる、良い感じです。よし、最後の一体、おう、ブイゼル、水鉄砲を覚えさせたい。今はねブイゼル入れてるんですけど、できればカルデアの新ポケがいいんですが、水タイプの子にねまだなってないですね。ウミティグだとかいいかもって思ってたんですけど、ウミティグだ以外にも水ポケいそうだったからちょっと置いといてます。どう転がしましょうか。私転がされる、ヒメグマ、うん、このままでいいよね。テラスタルした方がいいのかな。一発とりあえずそのまま行きましょう。サナギを破る、大きく育ちましょう。ヒメグマかわいいよね。さあ頑張ろう。ちょっと蝶々みたい、羽つけてほしいよね、背中にもっと大きいやつ。はい、ということでアチゲータは焼き尽くす攻撃です。終わっちゃった、テラスタルの場所がない。まあいっか初陣はこんな軽快に勝って良いのでしょうか。まあでも幸先がいいということでいいかな。タモ、穴を掘るを覚えたい。あ、地面タイプの技来ましたね。これ入れといた方がいいような気がするので入れちゃいましょう。電光石火のところに入れようかな、穴を掘るは。ここかな多分。いや、タモも育ってきました。嬉しいな。楓との勝負に勝った。ありがとうございます。私のポケモンたちみんな虫の息です。うまい。はい、賞金ももらいました。あなたの強さ、勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。進化しないとですね。改めて合格ありがとうございます。さあ、初めてのジムバッジです。楓さん可愛いですよね。好きなキャラという感じで勝ててよかったです。ジムバッジを一つお持ちならレベル25までのポケモンに対応、めっちゃ嬉しいな。25までか、結構高いレベルのもらえますね。あれ、なんか文字出ない。あれ、これ A ボタン押すべき。なんかすごい文字出なかったまあいっか。技マシンマシンは追加で作れるように多分今のがなってますよね。覚えさせたい時には作ろうと思います。よかった。はい、あれ電話来てる。やっほー、ネモさんだ。面白い技覚えたよ。あ、そういえばジムの調子どう。合格しましたよ。ありがとうございました。
おめでとう、当然だよ。やっぱり誘ってよかった。各地めくって徹夜でトレーニング中なの。徹夜？寝よ広いからマップ見ながら行く場所決めるといいよ。はい、寄り道するのも全然ありだからね。わかりました。そういえば今頃ペパ何してるんだろう。あ、そうだよね、何してるんだろう。もう一箇所ジム回ってからペパさんのところ行きたいので、とりあえずなんか行けそうなジム行ってみたいなと思います。ペパーさんが言ってた逆側からこう出るのもありですよね。そっちに一回飛ぼうかな。オリーブと、なになに、オリーブと、すごい気になる。オリーブと間違えてミリーブ殺さないようにしてあれ寝た。いや、ここのビビオンいいな、すごい綺麗ですね。あとは虫タイプに強いポケモンで攻めて攻めて攻めまくるわ。やってきました、それ。次行きましょう。ということで2つ目の町着きました。ここはボールタウン、花と芸術の町なの。早速なんですが、ポケモンジム行ってみたいと思います。すごいね、いろいろある。町の人に話しかけるのもいいかなって思ったんですけど、いや、まずは事務戦ですね。夜になっちゃったんだけど、まあいいでしょう。基本的に今回のスカーレット・バイオレットの中の世界は時間がゲーム時間になってます。30分ぐらいずつ昼間と夜とがあって、夕方とかはねちょっと短めの時間で、70分ぐらいで1日が過ぎるっていう感じになってるみたいですね。出会いましたね、ネモさん。また同じジムでばったりなんてすっごい奇遇だね。ほんと偶然。ん？勝負したくて先回りしてるとかじゃないからね。嘘じゃないよ。その証拠に今回は勝負しないんだから。本当はやりたいけど。私のポケモンこの前より強くなってる。ちょっとね、いろいろ変えてきました。途中でね、ゲットした子たちに変えましたよ。あとはこれさえあれば準備はバッチリだよ。PP8 3個もらいました。ありがとうございます。ポケモン20匹ぐらい鍛えながら応援してるね。すごいね。じゃあやります。ようこそボールジムへ。挑戦者のお名前登録、はい。コルサと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ボールジムのジムテスト、ひまわり集め。作品のモチーフとなる自然や自然を育む太陽に感謝しており、どちらの要素も持っているキマワリを集めてもてなす風習があるのです。ボールタウンで太陽のようなお花のポケモンキマワリを見つけていただき、10匹集めてキマワリ広場へと連れて行けばジムテストクリアとなります。まずはキマワリ広場の場所をマップに登録しますので、そこにいるスタッフから話を聞いてみてくださいね。かしこまりました。いってらっしゃい、行ってきます。よしよし。最近学生さんが多いね。宝探しが始まったのかな。その通りです。クワスで調整したらボール負け、ガーディなら勝てるのかな。ふふふふふ、私はホゲータと一緒だから行きやすいと思ってこっち回りもしてみました。それではまずはここだね。ジムテストを受けましょう。私はキマワリお姉さん。ジムのキマワリたちのお世話係なの。キマワリ集めをしに来たジムテストの挑戦者だね。早速キマワリたちには街中に散らばってもらおっか。行っちゃった。準備できたって。ジムテスト開始。キマワリを10匹集めたらキマワリ広場へ連れてきてね。それじゃ行ってらっしゃい。ということでジムテスト開始です。さあ探しに行こう。10匹しかいないのかな。そういえば近くからねちらっと見ていこう。さあキマワリはいるか。キマワリ、なんか見逃しそうな感じしますよね。私毎日ぽやっとしてるから。え、いなくない？いそうな感じがしたんですけど、いないのかな。
あ、この子だ、寝てる。この子そうだよね。ついてくるようになりました。キモワリ1匹発見。じゃあ次です。町の中にいるんでしょ。あ、こんなところにお水飲みたかったのかな。2匹。そしてどうも3匹。さっきね見えたよ。なんか食べたいのかな。これで4匹です。この周りはもういないのかな。まあ、外はいないよね。可愛いんだけど、キマワリ。みんなついてくる。じゃあ残り6匹ですね。探しに行きましょう。いたいた。はい、5匹目。残りは？こっちは？いた。6匹。なんかみんな寝てるね。夜だからかな。今6匹。お休み中の皆さんの脇を通って、なんかいない？あ、いたいた。隣に。7匹目発見。見つかっちゃったってやられちゃった。これなんか、ゆっくり近づかないと、ちょっと難しくなる。ひまわり。あ、ベンチで寝てるよ。ちょっと後ろから回ろう。それならいけるよ、きっと。はい、7匹。あと3匹。あと3匹どこかな。さっき通ってない道を見た方がいいですよね、きっと。この辺とか怪しくないですか？そんなことない？あ、いた。8。こっから行ける？こっから行けないね。じゃあ回ってこよう。ん？いた。違う子発見。これで9。あと1匹。なんか近くにいそうな気もするんですけど。あ、見つけた。この中行かなくてもいますね。ほら、いた。後ろから行って、こんにちは。さあ、10匹捕まえました。よかった。これで戻ります。10以上捕まえたらどうなるんだろう。そういえば10匹捕まえたらって言われてたんですけど、ちょっと増やしてみましょう。ここだった、向こうか。よしよし。あれ、10匹でみんな消えちゃう？なんかさっきいたのにいなくなってますよね。じゃあ10匹しか、あれかな、捕まえていけないのかな。もうそういう仕様？橋のとこにいた子いなくなってましたよね。じゃあ終わりなんだ。これ楽しいのに。街の中に何匹のキマワリがいたのかちょっとわかんないんですけど。はい、できました。これで10匹キマワリを見つけてきたので、ジムテストは終了。合格ありがとうございます。キマワリ集めてくれてありがとう。ジムテストクリアよ。ボールジムの受付まで報告しに行ってね。わかりました。あれ、キマワリ集め、お、色が変わっちゃった。じゃあボールジム行きましょう。ジムこっち隣だったよね。ドキドキしますね。2つ目のジム。
ひまわりを10匹集めてきました。事務テストはクリアで、ここからは事務リーダー戦です。ネイチャーアーティスト事務リーダーコルサに挑みますか？はい。それではバトルコートにご案内いたします。挑戦者よ。めっちゃ高いとこいる。とジャンプの仕方よ。本当によくぞ来た。私はコルサ、草ポケモン専門の芸術家、ボールジムのジムリーダーでもある。貴様のジムテストを風車の上から見ていたぞ。ひまわりを見つけ出すその洞察力だが、実にアバンギャルド。その神秘眼が勝負でも発揮されることを祈っているぞ。それでは私たち2人の合作アートを作るとするか。始まりますね、2回目のジム戦。準備はいいな。整形開始だ。さあ頑張ろう。もうこのためにと言っても過言ではない。トップにしてきたのは私の御三家です。アチゲーター、もう絶対このまま勝とう。芸術とは破壊と創造、養分にならぬよう描くことだ。お主もな。ということで燃やし尽くす。良き感じですね。チュリネちゃんごめん、ありがとう。うわーって声が聞こえる。よし、続いてミリーブ、そのままいきます。コルサはミリーブを繰り出した。任せた、焼き尽くすんだ。効果は抜群。ミリーブは倒れた。よし、良い感じですね。で次がウソッキー、このままにします。なかなか見応えがある。作品完成まで一気に導くぞ。かしこまりました。ということでいきましょう。ウソッキー岩タイプなので、本当はね水とか草とか格闘とか地面とかやりたいんですけど、持ってるのがあんまりないのでチャームボイスをかけておく。さらなる細工を加えよう。題して嘘から出た誠。いやー来ましたね。ジムリーダーさんがこうやってテラスタルするときってみんな投げ方違いますよね。主人公もちょっと投げ方がね、昔あったこのサンムーン、ウルトラサンムーンみたいにボールの投げ方変えられたらいいのになってちょっと思っちゃいます。一応ね入りやすいからこれにしときます。アートは時に速さが命、スピード上げていくぞ。そのモンスターボールに入ってたのかな。草分けね。はい、今一つ、ありがとうございます。草タイプだからね。で焼き尽くすとかにしてもいいんですけど、まあ今一つになっちゃうので、ここはもう噛みつく。よし、ひるんだ。はい、じゃあこの隙にデモン変えましょう。やっぱレベル低いけど大丈夫かな。やっぱここか、マンキーか。入れてきてたんですよね。マンキー発見したのでマンキーを入れてみました。任せた、マンキー。本当はね格闘タイプの進歩系いたらいいなと思ってたんですけど、いなかったんでしょうがないです。よし、ちゃんと残りましたね。もうここは地球投げでしょう。自分と同じダメージを、だから16ダメージしか与えられないでしょ。え、相手が重いほど重いのかな。テラスタルかけて桁振りしよっか。もうホゲータでテラスタルって思っていたんですけどね。こっちにしてみます。格闘タイプのテラスタルはこんな感じなんですね。頭の上のちょっとかっこいい。草分け足り超大丈夫じゃないじゃん。やばい、せっかくしたのに。へえ、せっかくマンキー出したのに、テラスタルしたのに、やっぱレベル足りなかったか。もうちょっと育てられたらよかったのにな。じゃあどうしよう。大丈夫大丈夫、
これで決まるよ、チャームボイスだ。いや、1匹で通ればよかったのか、難しいな。はい、ということで終わりました。いけると思ったんだけどな、マンキーダメでしたね。倒れちゃったからまたレベルが上がらない。じゃあカラミンゴに翼で撃つを覚えさせましょう。翼で撃つ、つつくがいらないかな。はい、ジムリーダー残る里の勝負に勝った、ありがとうございます。アバンギャルド、これで2つ目のジム完了です。なんというアーティスティックなタクティクス、技のパターン、ポケモンのディティール、全てが研ぎ澄まされている。貴様との戦いを芸術と言わずして他の何を芸術と呼ぶのだ。私の審査は文句なしの合格だ。そのお菓子にバッジを進呈しよう。記念撮影にも応じてやるぞ。いや、遠慮しとけます。へえ、記念撮影しちゃった。ジムバッジを2個所持すればレベル30までのポケモンが捕獲しやすくなり、いいことも聞くだろう。ありがとうございます。草分け誰か覚えるかな。インスピレーションが止まらんぞ。で、新作作るんだ。はい、そのうち見に行きます。あなたが噂のダイスくんですかね。はい、ネモくんから期待の新人がいると聞いていますとも。急に話しかけて驚かせてしまいましたか。小生は八作、ポケモンリーグ四天王が一人、アカデミーでは美術を担当していますね。どうしてジムバッジを集めチャンピオンを目指しているのですか。強くなるため、友達に誘われて宝物を見つけたい。なんとなく、じゃあ友達に誘われて。お答えありがとうございます。いえ、正解などありません。すべての道がパルデアの大穴につながっていると言われていますのでね。あなたのご友人ネモくんはパルデア指導3連勝のチャンピオン。もしかするとあなたも彼女と同じ可能性を秘めているやもしれませんね。先生の授業一回も受けたことない、まだ。チャンピオンランクを目指すならいずれ小生とも戦うことになります。負けて後悔なきよう今のうち励むと良いでしょう。小生が受け持つ美術の授業もぜひ受講してくださいよ。ありがとうございます。美術の授業を受けてない。はい、じゃあ次行きましょう。とりあえず外出ます。いやー、コルサ戦もうちょっとねサクッといけるかなって思ってきたんですけど、ちょっと強かったですね。周りに一緒にいたポケモンたち、もうちょっと育ててから来ればよかったかなと思います。はい、ということでこれでジムバッジが2つ目になりました。次回は近場で声かけてもらったので主ポケモン行ってみたいと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!